こんにちは。今日は半日断食のおすすめについてね、お伝えしてみようと思います。で、半日断食っていうのは、これはですね、長期の断食、7日とか1週間とか2週間はなかなか難しいと。そして短期の断食である3日とか、これもなかなかね、初めての人にとっては難しいっていうのがあると思います。ですから一番初めに、まずやっていただきたいことは半日断食ですね。これは甲田光夫先生とかがよく勧められてた療法なんですけれども、半日断食、これは別名ですね、もう簡単に言うと朝食抜きの1日ですね。朝食抜きを食事をすると。で、昼と夜だけ食べる。で、そうするとね、夜例えば8時ぐらいまでに食べる。仮に6時に食べたとしたら、それからですね、昼までの間かなりの時間が空くわけですよね。これが半日断食っていうことで、この空腹の期間をしっかり作ることで、体の中はその間ね、大掃除を、大掃除っていうか掃除をしてくれる。そして体が爽快な状態になるっていうことなんですね。で、朝食を抜くというのはね、これもういろんなところで議論されてると思うんですね。良くないとかね、あるいは朝食抜いた方がいいとかいろいろ言われてるんですけど、もう結論から言うと朝食抜いた方がいいわけです。でね、食べてる人にとってはこれはまあ難しいと思います。で、お子さんも無理強いですね、こう朝食抜きにさせるっていうのはちょっと難しいと思うので、これは大人の人という条件であれば朝食を抜いた方がむしろ体はすっきりします。もう間違いないです。で、じゃあどうすればいいかっていうことなんですけども、朝食を抜くだけですね。で、もし抜くのがしんどければ朝果物か、あるいは野菜のジュースを飲む、あるいはジューサーで絞ってね、絞り汁だけを飲むのもいいし、もしくはスムージー的なものを飲むっていうのでもいいと思います。で、そういうふうにして固形物を食べないっていうことでもいいと思うんですね。で、朝を抜いてみる。で、初めはふらつくかもしれません。でもこれを続けていけば、あと1週間2週間してくると、むしろその方が体がね、すっきりするし頭も冴えてくるんですね。で、なぜかっていうと、これは空腹状態になると、そのモチリンっていうね、消化管のホルモンが分泌されるんですね。それによってこの腸の蠕動運動を促したり、あるいは老廃物をこうスムーズに排出してくれたりする、そういう働きがあるわけです。ですから、できるだけ胃腸を休めるっていう感覚ですよね。夜食べて、でまた朝食べるってなると、かなり胃腸は疲れるわけです。で、朝は特に排泄の時間帯でもあるので、胃腸を休める方がいいわけです。無理に負担のかかる食べ物はなるべく食べない方がいいですね。ですから朝はそういった生水をしっかり飲むとか、そういうことをするのがいいわけです。あるいはもうジュースですよね、絞りたてのジュースを飲むとか、そういうふうにしてやって、する。で、朝食べないとふらつくっていうのもあるかもしれないんですけど、結局ね、朝物を入れなくても、そのケトン体っていうエネルギー源に、その体脂肪、脂肪を分解して、できてるケトン体っていうのがあるんですけど、それを、エネルギー源にすることができるんですね、人間っていうのは。だから栄養失調になるなんてことはないですし、そういうのでも安心して、していただければなと思うわけです。で、これはもう体感するのが一番ですね、半日断食っていうのはね。で、それによって甲田先生も書かれてるんですけど、半日断食による改善例ということで、アトピー性皮膚炎、関節リウマチ、膠原病、気管支喘息、花粉症、便秘、肉体疲労、睡眠時間短縮、美肌ダイエット、イボやポリープの消失縮小、白髪が減少、脱毛症にもいいということでね、やはり半日断食っていうのは僕は素晴らしいものだなと思っています。で、これをしていくことで病気も減りますし、医療費も本当に下がっていくなと。だから無理に薬なんて、薬なんて言うと失礼ですけど、薬にあまり頼りすぎる必要もないですし、食事を減らすっていうのが僕は一番の解決策じゃないかなと思うんですね。今まで10食べてるのであれば、それを8分にするとか7分にするだけで医療費はかなり改善できちゃうんじゃないかなというふうに思っています。そういうことで半日断食っていうのが
ぜひ、ね、おすすめです。これは断食したことない方でもできますよね。で、忙しかったらもう朝食べる時間ないとかっていうことでね、自然に強制的に半日断食になる時もあると思うんです。で、そういう時にちょっとね、あ、今日の体調どうだったかなっていうことを振り返ってみていただきたいんですね。案外乗り切れたじゃないかとか、案外楽だったなっていうのも感じたりするかもしれません。で、そういうので一度朝食を抜くぐらいだったらね、できると思うんですね。ぜひそれをやってみてください。またわからないことあれば聞いていただければお答えできると思いますので、遠慮なく聞いていただければと思います。以上です。ありがとうございます。チャンネル登録ぜひしてください。下にメールマガもあります。